南極のペンギンはとても可愛いですよね。子供にも大人にも大人気です。しかし、このペンギンが実は2代目ということを皆さんご存知でしょうか。元祖ペンギンは北大西洋に生息していましたが、人間によって絶滅させられています。元祖ペンギンは正式名をチドリモクウミスズメ科といい、一般的にはオオウミガラスと呼ばれていました。現在南半球に生息している2代目ペンギンは正式名をペンギンモク、ペンギン科といい、両者は姿形は似ているのですが、羽の形が違い全く別の種です。オオウミガラスは当時ペンギンとも呼ばれていました。ペンギンの名前の由来は古代ケルト語で白い頭を意味し、頭の白い斑点から、そしてラテン語では脂肪という意味から来ています。18世紀に南半球を冒険した探検家たちは、そこで発見した白黒の飛べない鳥をオオウミガラスによく似ていたのでペンギンと名付けました。その後、北大西洋の元祖ペンギンが絶滅したため、南半球のペンギンにその名前が引き継がれ、現在に至っています。それでは元祖ペンギンの悲しい歴史についてお話しいたします。8世紀頃からオオウミガラスは肉や卵を食用に、または羽毛や脂肪を採取するため捕獲利用されていました。オオウミガラスは人間に対する恐怖心がなく、好奇心を持って人間に近寄ってきました。1534年、フランスの探検家ジャック・カルティエの隊がニューファンドランド島に上陸し、1日で1000羽以上のオオウミガラスを殺し、この話がヨーロッパ中に広がって、ニューファンドランド島のみならず各地の海岸で無秩序にオオウミガラスが狩られました。1750年頃には北大西洋各地にわずかな繁殖地が残るだけとなりましたが、それでも乱獲が続き、かえって希少価値がつき、標本は収集家や博物館に高値で売られ、一攫千金を狙った者たちによって残ったオオウミガラスも次々と狩られていきました。1844年7月3日、アイスランドの小島で放卵中のつがいが発見されます。発見者はまずオスを殴り殺し、続いて卵を守ろうとしたメスを締め殺し、この騒ぎで割れた卵を捨てました。この日をもってオオウミガラスはこの世から絶滅しました。現在では80体余りの剥製、20体余りの骨格標本と70個余りの卵殻が残っているだけです。